降水確率とは、特定の地域で、特定の時間帯内に降水がある確率を言う。天気予報の中では、確率予報の一種に位置づけられる。降水は大きく分けて、雨の場合と雪の場合があり、この区別を明確にしたい場合は、日本語では、降降確率、降雪確率などとも言うが、天気予報ではほとんど用いられない。英語では、precipitation probability、または、 Probability of Precipitation というがこれは学術用語で一般にはチャンスオブレインホールなどと呼んでいる。1950年代以降の数値予報技術の進展を経て各国の大学や研究機関、気象当局は気象現象の発生する確率を予想する試みを始めた。これが確率予報の始まりで雨や雪の降る確率が対象になり、 やがて各国の気象当局が業務としてこうに発表するようになった。気象庁は1980年により天気予報の一つとして降水確率を発表している。当初は主要都市のみだった。この他に1988年からは降水短時間予報、1996年からは分布予報、時系列予報など、 多様な種類の予報が発表されるようになってきた。降水確率は予報区内で一定の時間内に1ミリメートル以上の雨、または雪が降る確率であり、0%から100%まで10%刻みの値で発表される。予報区内であれば場所については特定せず、どこでも同じ確率である。なお、1980年代前半頃までは0。 パーセントと10%パーセントの間に5%パーセント未満という値が発表されていたことがある。原則として、降水確率の代償は、降水量の多い、少ないとは全く関係がなく、降水確率と予測される、降水量は比例していない。また、雨が降る、時間の長さ、雨の時間的、空間的な分布とも、同じように関連性は薄い。このため、 降水量を降水確率から読み取ろうとすると不正確になる。降水量の予測は、雨量予報、例えば降水短時間予報などとして発表される。降水確率は過去に同じような気象状況となった際の降水の情報をもとに統計処理により確率を算出する。つまり、いわゆる経験則に基づく。具体的には、 降水確率ガイダンスというガイダンスモデルを用いて予報を行う。POP ではアメダス気象台観測値や全体的な気圧配置等の過去の記録をパターン化した資料をあらかじめ作成していて、これに直近の観測値を入力することで予報の出力を得る。出力されるのは高視点ごとの確率値であり、これより各予報区域内での平均値を求めると、 予報区域内での一定時間内の降水確率が算出される。予報の性質上、例えば一つの予報区域に多数の観測点がある場合は、全地点で1ミリメートル以上の雨が降った場合を、雨が降ったと考える。降らなかった地点がある場合は、降った地点数全地点数100の的中率ということになる。算出の際、1%の位は、 死者購入するため、現在は、降水確率0%といっても実際には0から5%未満の値になっている。4%だと0%になり、5%だと10%になるため、1%違うだけで大きな差が出てしまうのも特徴である。降水確率は、統計的な資料に近いものであり、事例ごとに考えれば当たる場合と当たらない場合が、必ず出てくる。 一方で、長い目で見れば当たる場合が多くなり、結果的に利益が大きくなる。つまり、降水確率は、一回の予報による成果の可否よりも、多数の予報の成果を、総合的に判断して、可否を考える種類の天気予報である。例として、県の X 月 X 日12時18時の、降水確率が30%と発表された場合、 X 月 X 日12時18時に1ト、mm、ル以上の雨が降る確率値の県内を格子上にブロック化して各ブロック内の平均値が約30%であることを意味する。単純には降水確率30%の予報が出た場合、統計的には100回に30回の割合で雨が降ると考えても良い。降水確率が0%でも1ト、mm、ル以上の 雨が降った事例と、降水確率100%でも雨が降らなかった事例は、どちらも存在する。そのため、予報が0%でも雨が絶対に降らないことを保証しているわけではなく、100%の場合も必ず、雨が降ることを保証していない。アメリカ合衆国の国立海洋大気圏局、カナダの気象局、オーストラリアの気象局、韓国の気象庁、 ヨーロッパ各国の気象当局など先進各国では降水確率が発表されている。また、世界気象機関などが世界全域の気象予報をカバーするために取り決めた世界気象監視計画などに基づいて RSMC などの主要な気象機関がそれ以外の国や主要都市においても降水確率の予報を発表している。オーストラリア、カナダなどでは 日本のように 1mm 基準の降水確率だけではなく 0.2mm、2mm、10mm、50mm 10 50、mm、などいくつかの基準における降水確率を提供している。また時間の区分も様々である。降水確率が発表されるようになった背景にはコスト、ロスモデルの考え方がある。これは予報が完全に的中しない場合に 確率の予報を出すことによって、事例ごとに考えれば損する場合と得する場合がある。ものの、長い目で見れば、損失を最小限にできるというモデルである。例えば、傘を持っていく労力を300円、傘を持たずに濡れることによる損失を1000円とする。この例では、降水確率が30%以上の場合、傘を持っていた方が良いことになる。 降水確率40%の予報が10回出た場合を考えよう。10回のうち4回は雨が降ると考えられるから、従って傘を持っていけば持っていかない場合に比べて1000円得である。一方、確率予報を行わない場合、すべて晴れまたは曇りと予報され、傘は持っていかないとすればという選択肢しかなくなる。ごく単純な例を挙げたが、 実際には0%から100%までの降水確率について蒸気のような考え方を適用することにより労力と損失の合計を最小限にすることができる。ありがとうございます。